すみません、ちょっと電気を暗くして、スライドを映してください。まず一番最初のこのシーンはですね、これ私が全然神仏を信じなかったまで、昭和50年1月1日に幽体分離現象というのを私に起きたわけです。これは私は毎年その信州へ12月24日に出まして、1月の10日まで、また後からも毎年昭和29年頃からですね、毎年ここへ好きに行っておりました。これは昭和50年1月1日です。その山奥ですね、信州の山奥で真夜中に目が覚めた。その時に幽体分離という現象が起こりまして、自分は信州の山奥におるのに、自分だけ攻めただけがこちらの辺へザーッと飛んできました。ここね、この辺名古屋近いですがね。それでこれ風景一目一睹までよく覚えておりました。ところがですね、それどっか分かんなかったわけ。それから二月しまして、ある方と一緒に、大阪から新幹線乗って、それで名古屋の駅に来た時にふっとそれを思い出しまして、これ話をしたんです。こういう風景話をして、松の木が日本あるところまで私行ったんですよ。そこへですね、龍がやってきたんですよって話をしたんです。不思議なことを見ましたって言った。だその人の人が偶然にこの辺に縁のある人でね、私の言う、あなたの言う通りのところが、この今この右に見えてます、あそこにあなたの言う通りのところがありますよって言ってね、それで教えられて、それから二人で東京へ行って、帰りに名古屋駅でおりまして、ここですね、ここへじゃあ一緒に行こうと言うて、それで行ったわけです。これ竹島なんですね。行きますと、私は松の木だけ目標にした。ところがこちらから島へ渡りますと、一本もこれ松がないわけ。違うんかなと思って、でもその人はどん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 島を横に行って向こう行ってしまった。こう来たわけだ。ああ、これがそうですって言ったわけですね。私が行ったこともないところ、ここへ来てしまったわけ。私が見た寸分違うところがあったわけですね。はい、次お願いします。でその松の木に龍神の松と書いてある。実は私はあそこへ来ましたら、松の木の間へ金色の大きなその龍神様って言うんですかね、生きている龍が出てきたわけ。私は初めて龍を見たわけですね。龍ってこんなものかなと思った場所、そこにちゃんと龍神様と書いてあるんですよね。まあだからあの時初めてですね、行ったこともないところへ幽体分離で行って、そこへ現場へ来た。ところがそこのこのちょっとこちらに、そこにちょうどあの白龍王という看板の上がったお宮さんがあって、そこへ行って話を聞いてみたわけです。私が幽体分離で来た話をしたら、あなたの言うてる風景は20年前の風景ですよという、この1月1日に来た場所が20年前のところを見てるっていう、でどういうことか、それは意味分かりませんけど、こんなことが私はこれ初めてね。だから初めて幽体分離によって行ったところへ、実際現場へ行ったわけで、ちょうど この時に私らが行ってますと、そこへある先生が来ましたね。 TS 先生と私の名前である。それが来ましたら、その人がね、今日私とあなたとここで会うことになってた、あなたが見た金色の龍神、それは私のその守護神です、だから私とあなたはここで会うことになってたとおっしゃるわけ。それでその不思議な話をしてほしいって言うて、そしてそこで62人ほど人を一緒に来てられたんで、その人に話をしたわけですね。こんなことがあったって話をして、私が話しようってポッ
一歩二歩ほど後ろへ下がりますとドンと音がして、そこへ仏像が落下してきたわけですね。それが私の不思議なことの起こり、起こり始めなんです。そのことからその T.S. 先生とお付き合いが始まって、その T.S. 先生というのがですね、実は 今から何百年かも昔ね、縁があったことが分かった。それはちょうどこれがあって、しばらくしますと新潟からあちらへ一緒に行こうってことになったわけです。それで新潟で待ち合わせて、向こうの島へ渡ることになったわけですね。それで向こうの島へ渡った。そうしましたら、私はその島なんか行ったことないか分かりません。そしたらあちらの人がちゃんと案内してくれまして、あるところへ行ったわけ。そうしますと、その T.S. 先生がね、あなたが今から830年前、あなたの家がちょうどここにあったんですよ、私はあなたの後を追っかけてきて、あなたのお世話を、一生世話をした日明と申します、あなたは日蓮聖人ですと言われたわけ。そういうことからですね、私の身の上にどん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 不思議なことが起き出したわけなんです。はい、次お願いします。これ皆さんに今お配りしたこの原稿ですね。それで後から写真ですけど、この横にあります。その頃私の家に日本のトップクラスの遊びに来られるんだった。私が何気なしにですね、こんな素晴らしい人が来られるんだから、四つ葉のクローバーが庭にあったらいいだろうなと思って写真を撮った。5月10日南三つ葉です。5月15日それが全部四つ葉のクローバーになって、庭に1000枚以上四つ葉のクローバーができたわけですね。ここにありますようにですね、電気ギターね、自動炊飯器、瞬間湯沸かし器、いろんなものを発明したのは、私は自分の収入に専もしなかったわけ。それによって神の世界からこんな素晴らしい力を与えられたわけですね。はい、次お願いします。これがそうですね、5月10日三つ葉です。15日全部三つ葉、大きな四つ葉になりました。それからどんどん増えて、庭に1000枚以上四つ葉のクローバーができて しまったわけですね。こんなことが起こるんですね。はい、次お願いします。そしてこれは私はね、魚釣りなんか全然やってないんです。ところがある日、その T.S. 先生と一緒に魚釣りに行こうって言って、私は道具ないから、魚釣りに行くときに一軒の店入ってね、道具一式ちょっと貸してほしいって買って、こんな魚釣ったんです。何べんも魚釣れるわけでしょ。なんか魚の種類分かりませんからね、こんなもん釣れるとって見てまして、これで魚釣ったやつ道に置いて写真撮ってたわけ。それで近所の人に出てきまして、これどうしたの言ったら、イシダイですよ、こんなのどうしてこんなの釣ったのかな、勝手に釣れるんですよと言って、これ3日間こんだけ釣った、1日に70匹とか60匹釣ってるんだ。一番大きなイシダイがね、長さ43センチ、体重さ1キロ何倍ありまして、1キロ200か300かありました。そんなのも中におりましたね。そんな石材が勝手に釣れるわけ。これも魚釣っておりましたら、いや向こうから信号が来ましてね、私らはどうせその死ぬ運命にあるあなた方に釣ってもらうことによって、その瞬間に光の世界へ行けるから、みんなここに集まってきたんだというわけ。それで石材一日こんだけ釣れるわけですね。はい、次お願いします。これは今皆さんに回しているのスプーンですね。欲望なしで思うとですね、金属が瞬間に温度が上がって、ああいうことが起こるわけですね。はい、次お願いします。世の中というのは、この人間というのは一回きりじゃないということをですね、これちょっとその一例なんですけど、昭和32年、古いことですよね。その時に NHK テレビ、私出演させてもらったわけです。それでその時にね、その後いろんな発明しておりましたんで、それで発明おじさんという名前でテレビ出ました。私と泉田幸雄さんのお父さんと息子さんが一緒に来てたわけ。そういうことがありまして、そ
そしてこれをですね、先ほど皆さんに回したそのあのね、このスプーン、一昨昨年でしたね。それでスプーンが頭がまた赤穂青年会議所で絵がちぎれてしまった。その時にそこの一番偉いさんが出てきまして、実は私熊沢万山と忠臣蔵の大石蔵之介2人で岡山の備中松山城を明け渡しに行ったんですよっていう話を聞いた、びっくりしたわけ。実は備中松山城っていうのは不思議な不思議な縁のあるとこだった。私は岡山へ行ってすぐに私の380年前の奥さんに会ったわけです。その380年の奥さんが私の家へ行こうって備中松山城のお殿様の末裔だったんです。私の380年の奥さん。それで私の380年前は備中松山城の元新しいお殿様だった板倉様のお世話によって池田光政のところへ私勤務しております。その池田光政の勤務したそのお世話願った板倉さんの末裔の人が私の380年前の夫人だったんです。ところがその380年前の夫人との出会いもそうだったんです。岡山へ行きまして講演会、ね、2回目か3回目だと思います。音楽家ばっかり集めての講演をしたんです。その時に私が、いろんなことを古いことを喋ってたわけ。ところがその講演会3日目か4日目にそのある女の人が来まして、ね、正木先生の講演を聞いてから3日間一睡もしてないんです。3日間お食事もしてないんです。なぜこんなになったかって来たわけ。それで測りますと380年前夫婦だったことが分かったわけね。ものすごく仲良かった。それであと文献調べますと、奥さんが亡くなったら遺骨をその自分が持ち歩いたことが残っております。だからものすごく仲良かった夫婦なんですね。その奥さんが380年前に会うたもんですから眠ることも食事することもできなくなったわけ。その時にその奥さんの家庭は子供さんが2人あって夫婦仲が良くなかった。もういつ別れようかと思ってた。ところが私が380年前ものすごく仲良かったんですよ。だから夫婦というのは大体一世おきに仲良く、そして残りの一世はですね、その修行の一世ですよ。だから私とあなたと前世ものすごく仲良かったんだから、ね、今度の2人はお互いに修行の一世であって、あまり仲良くない夫婦でもそれを自分の精神的な面の修行によって2人の人間がいい夫婦になっていくようにする、それが人間性の修行をするためにそうなってるんですから、前世仲良かったんだから今度は修行の一世を送りなさいと言うて話をした。それによって納得できて、それから家の中ものすごく明るくなって、今ものすごく円満になりましてね、だから家の中がものすごく明るくなったわけですね。それが380年前の私の奥さんだった。ところがその380年前の奥さんのおじいさんのおじいさんをですね、私と大石蔵之介でもって元のお殿様にそのお城から乗せてもらった。その原因は女の子ばっかりで男の子がないからそうなったわけですね。それで大石蔵之介とその380年前にそのお城へ行った。ところがそのね、元のお殿様は女の子ばっかりだから大石蔵之介がかわいそうだと言うんで、その元のお殿様の奥様の家を播州赤穂のね、赤穂城のすぐお隣に家を作ったって話をしたんです。そうしたらその泉田幸雄さんの夫人がですね、その播州赤穂城のすぐ横のその家、私の実家ですと言うんです。そうしてそのこれ私のところへ岡山へ来られた原因はですね、その1週間ほど前に私東京で講演があって、ある大きな会社で講演したんです。その会社で講演したら、その会社へその
泉井行さんの息子さん、私と昭和32年にテレビで息子さんそこに勤務して、今もう45歳ぐらいになっております。その頃は小学校1年か2年だったんですけど、その子がですね、お父さんに電話して、今日うちの会社で講演をした正木さんというのと、昭和32年に一緒に出た正木さんと同じの思うけどどうやって言って、お父さんがそれは間違いなく同じして、いっぺん行こう言って、それで息子さんだ、夫婦と息子さんと、それからその会社の偉いさんと来られたわけ。そんなことこれがなかった。そうしたらその元のお殿様のね、人、その M 氏という人がその息子さんに言ってました。そうしたら私の家は元のお殿様の、これもね、松江です、名前が同じなんです、元の様ね。そうしたら息子に、あなたと私とはです親戚なんですねと言うて、お互いにびっくりしたわけね。この世の中ね、どっかの一緒の会社に勤務してる人、一銭前調べると何か縁がある人ばっかりです。全然んな人は一人もいないです。全部縁があるからまた元のグループになってるわけね。だから向こうの世界から曰くね、夫婦というものは一世おきに仲のいい夫婦になってる、何回でも夫婦になってる。それからその主従というものもほとんど同じように何回も同じグループでなってる。今私がお世話になってる会社ですね、林原社長だそうでしょ、ほとんど380年前に一緒におったものがみんなこう集まってるわけですね。私の社長っていうのは素晴らしい方です。林原社長、私が今から15年前に私の家へ遊びに来られたわけです。それで私が社長に言ったね、社長は18歳でお父様が亡くなった、それから悪い社員がいまして乗っ取りをした、だから自分で新しい会社を作った、なかなかうまいこといかなかったおっしゃって、で私がその時に言った言葉、人間一匹どんなに頑張っても大したことないんですよ、だから頭の中で出来上がったことだけを実行しなさい、実行した以上神経は一切使いなさん、それだけで社長分かったとおっしゃった。そうぞそれからあって2か年後に報告に来られました。あの通りした、経営ってこんなにのんきなものとは夢にも知らなかった、今まで一生懸命やってうまくいかなかった、その通りに頭の中でちゃんと できてることを会社で命令する、そうなってくるのを分かってるから頭使わない、神経使わない、会社へ来たらすることなんで暇でしょうがないから昼寝してた。そうしたら売り上げが2か年で15倍に上がりね、ほいでもうお客様が世界中から来るようになったというわけ。私その時人間性を測定したら、林原社長の人間の器、人間性の器が70倍になってんです。その時に神様の言葉で教えられました。神仏は人間に幸福を与えようとしている、その幸福とは器いっぱいのものである、神仏がいくら幸福を与えようとしても器の小さいものにはそれ以上与えられないから、幸福が欲しければ自分の器を大きくしなさい、そうしたら器いっぱいの幸福が一人でに得られる、社長70倍になった、70倍の幸福が得られたわけね。そういうことに教えられたわけですね。まあ、そういうことによって私の380年前これほどはっきりとした心の熊沢伴山と大石蔵之助、この組み合わせはその前、私日蓮聖人と弘法大師、私と生命体、弘法大師と日蓮は同じ生命体がいつも半分に分かれて同じことをやってる。だから今世もまだ勝手に仲良くなっているわけで、今現在中村和尚、日本の政治をほとんど中村和尚の意思によってやっております。そういう方なんですね。
だから前世も今世も同じようにやってるわけです。だから決してこの世の中は何があっても偶然じゃない、必然的にこういうことによってできてるということを示すってわけですね。はい、次お願いします。先ほど言った人間性の測定、私昭和、これ昭和49年3月7日の私自身のパターン、ああいう普通の人はまっすぐの方向にある、私は横方向、これが合情偏屈な人間性なんですね。ところが7月11日にああいうふうになった。50年8月23日にね、みかん割ったら真珠が出る、いろんなとこ真珠が出したわけでね。そうしたらそれでびっくりして、今度まん丸くなりましたね、器大きくなったわけ。そうしたらね、人間性が大きく、器ができたから仏道、大黒様、恵比寿様、観音様の発生がした。だからこういうものができるのは自分の人間性の器が大きくなることによって向こうの世界が与えられるわけ。なんぼ自分で欲しいと思ったってね、自分の器がそれにならなければ向こうは与えてくれないわけです。自分の器がそれより大きければ一人で与えてくれるということですね。はい、次お願いします。それで人間性測定はこんな簡単なものでマグネットの中に入っております。ただそれが勝手に動く、自分が振るんじゃないです。この時には脳波をシーター波にしないと絶対ダメです。それ以外のものは何の全然信憑性何にもないわけです。もう自分で何か思ったら勝手に触れるだけであって、自分の意識が全然ない状態で作業と勝手に動きます。そしたら人間性、知能指数、バイタリティ、事故、運命、寿命、病気、全部わかるわけですね。私はそれが最初出た時にそれが本当か嘘かわからないからね、ものを何でもでその裏返しにしまして、そしてそれをノウハウを手段下げて上やる、それが何であるか全部わかるわけね。まあな、あらゆるものですね、イロハカルタのような簡単なものでも全部裏返して上へぶら下げて知りたなると、それが何であるか全部わかる。もうそれが一枚間違っても意味ないわけですね。全部当たらないから、トランプでも全部裏側から何であるか全部わかる、そういうこと。ところがそれをね、自分が裏返しにしたら自分の意識が残るかいけないと言って、自分がどっか別の部屋へ行ってる間に裏返しに誰かずっと並べてもらう、そしてそこへ来てそれを上から測ってみる、それが何であるかが全部わからなければ意味ないわけですね。だからこのもしも私のこの数値パターンやりたい人、これから私のあの頭の良くなる装置ですね、あれを使われたら脳波はすぐ下がります。脳波はまあ人によって違いますけど、すぐにまあね、1ヶ月もすれば脳波一番下まで下がります。下なる、その時にそういう こういうこれは何でもいいからね、振り子を作ってそれでやってごらんなさい。そしてまずね、イロハカルタでもいい、百人衆でもいい、トランプでもいい、裏返しにしてそれが後ろから百発百中全部当たるようになったら人間性を測定されたらいいです。ほんでもう裏返しにしてそれがわからんようでは何の役に立たないんです。裏返しにして、私は最後の実験は自分とこの家でやるとそれが良くないから、遠いところへ、すんませんちょっと邪魔くさいけどって、遠いところへね、何十キロか何百キロか先の家へわざわざ電話をしまして、すんませんけどお宅その辺にあるもの何でもいいから裏返しにしてほしい、裏返しにしてそれをね、指さしてほしい、それを私がここから何であるかをここからちゃんと言いますからって、遠いところの家へわざわざ電話をして裏返してもらって、それを向こうでそれをちゃんと指さしてもらうだけ、そしてこちらからそれが何であるかを言う、はい、ではめくってください、めくる、その通りだ、それが百発百中一枚も狂いもないような状態にまでいかなくては人間のことなんか分かりません。まず私のこの数値パターンをやりたい人は その実験をやって全部当たることができれば、あと人間性測定やったらいいと思います。そういうことがこの人間性測定なんです。はい、次お願いします。それで私の分かったことは、普
通の人間ってのはこんなことであってね、一番上にありますようにね、目の前に肉体がある、その肉体のすぐ後ろに生命体、第一生命体、第一生命体というのはこれ私が勝手につけた名前で、まず新婚夫婦なんか言います、測っておりますとこの第一生命体がまずやってくるんです。第一生命体がやってきますと1週間ほどしましたらね、知らせね、妊娠しましたって。妊娠するのは生命体がやってしばらくすると妊娠するわけで、お父さんお母さん決して勝手に産むんじゃない。自分の意思によって、私はあそこのお父さんお母さんのところに行けば私を幸福にしてくれるだろうと言って、赤ちゃんの意思によってその家やってくるんです。中村牛はこの間言ってました、娘さん結婚してしばらくしたら男の子がやってきたというんですね。それで、おじい様、今度私はね、うちへ来ます。どうぞお願いしますって来たって。一体何のことかなと思ってしばらくしたら、娘から妊娠したって知らせがあった。あ、あれはそうだなと思って。それから赤ちゃんができた。ところが、お師匠のところへやってきた男の子と顔が違う。おかしいなと思ってたら、6ヶ月したら、そのやってきた顔と同じ顔になったっていうんですね。だから妊娠する前に生命体がやってきます。だからそれを私は第一生命体で呼ぶわけね、第一生命体。それでそのままで11歳ぐらいまでそのままです。ところが11歳に頃からその後ろへ今度は人間性つく生命体がつきます。それが第二生命体。この生命体が来ると人間性がもう決まるわけね。だから人間はああいうふうになっております。ところが猫とか犬は第一生命体だけしかいないんです。そこが人間の違いなんです。人間だけが第二生命体に来ます。犬猫はそれがやってこないという違いです。右側にあるのは男らしい、本当にね、男らしくてね、思いやりがあって優しい人のパターン、こういう右側のパターン。それからその左側まん丸の二重丸、これは女らしい女ですね。だからこういういろんな人間性がね、精神病とかみんなこうして分かるわけですね。だから当然その親と生まれた瞬間に、あるいは死ぬ日が皆分かります。もういつ死ぬかはシュッと日が分かります。ところがそれは人間性が変化しなければという意味であって、人間性が変化しますと寿命も運命も全部変化します。はい、次お願いします。これは先ほどお見せしました私の口から出たで真珠のカーブです。昭和51年10月口から発生した時の直径ですね、これは半台持っていまして、厳密に測ったわけ、直径3.85mm という、それ学生と一緒に実験しておりました。そしたらどん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 目の前の直径大きくなりまして 5.1mm になったわけ。それでそれが面白いからと言って、ね、日本テレビかなんかで放送したんですよ。でその頃から私神経質が起こりました。そしたら小さくなって 4.8 になって、治ったらまたぐっと大きくなって、今現在 12.8、 あるいはもうちょっと上上がっております。だからこの真珠は生きておりまして、私が順調であればどん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 大きくなっていくわけですね。はい、次お願いします。これが先ほど皆様にありましたよね、三笠の宮様とこうして仲良く一日を過ごしたわけですね。はい、次お願いします。それでその頃から、これはですね、東国の宮様の秘殿下と息子様が私の家へネクタイ2本ネクタイピンを2つ持ってこられたんです。亡くなった夫、亡くなったお父様が大事にしておったもの、これを私の横そばにずっと置いててほしい言うて、ネクタイピン2本ネクタイに持ってこられました。でこれを持ってこられる時に美智子皇后の部屋へ行かれて、まさきさんにこれ持ってきますよと報告しに行かれた。そしたら美智子皇后がね、もしまさきさんへ行かれるんだったらお礼を言っててほしい、バイオライトとっても具合いいからと言っておっしゃいました。実は今から2年前ですかね、秋篠宮の結婚式の日に女の人が宮中で全部集まった。その時に話題になったのが、私が発明しましたバイオライト、電気自動車の話題になったんです。それでそしたらもう美智子皇后部屋以外の宮様家には全部あるんです。
道子本屋だけのやことが分かった。それで道子本屋が直接電話で、あるいは送ってほしい電話があったわけ。それで私の方から送ってあったもんですから、そういうおっしゃいましてね、道子皇后と、それからまだ皇后になってない時ですね、道子、それから皇太子殿下と私らの部屋へ来られまして、6時間一緒に おったこともあったもんですから、そういう縁があるわけですね。はい、次お願いします。これネクタイピン、こんなネクタイピン持ってこられたんですよ。紋章が純金で、菊の紋章が入っております。これは昭和陛下がお作りになって、一個ずつ皆さんにずっとお配りになったらしい。それを私のところへ持って来られたわけですね。まあこういうことで宮中との縁がいろんな古事件がたくさんあるわけ。私が1600年前自由子の子供であったということが勝手にそういうことになってしまうんですよね。はい、次お願いします。そして私がね、えまだ神仏信じない時に、まず最初この大工様が出ました。まだこれ完全にできてない、特にこの付近がですね、この付近にいっぱいまだいっぱいあの傷があるわけ。私がこれ変なものが出たなと思って、私の子供がこれ写真撮って、写真を撮って1週間余りして、ちょうど10人6、7人かお客さんがあったから、その大工さんをテーブルの横に置いて食事しておりましたら、横向きにパッと変わった瞬間に、はい、次はないですよ、こんな声になったんです。この傷がなくなったんです。顔もきれいになったんです。それで持ち上げますと、ここにちょっとありますけど、こういう削りくずがいっぱいこの台の下にありました。誰もしないのに目の前でこれがなった、この瞬間から私はもう疑うことはできなくない、もう疑えないと思った。これは人間の出来事じゃないと思ったわけですね。はい、次お願いします。こういう顔、最初の顔はこれです。あの辺なんか作ってないわけですね、右の方。それが次の瞬間こうなったんです。きれい、ああなんですよ。お顔も全然違う形になりました。これが目の前で起きますと、もう疑うことはできないわけですね。私が何気なし、もうこれは疑えない、こんなことができるのは人間じゃないから、これは神仏がおるからこれができるとなったわけです。そうしますと、はい、次お願いします。じゃあ今度この大工様がきれいなのが出ました。それでこれが出た時に、日本では大黒様と恵比寿様とは一通だと思われているから、4月になれば何時に恵比寿様を当てるという言葉があった。だから私の家でですね、4月1日から今日か明日かと待っておった。でも出てこない。だからもう出てこないがしょうないから、もう1年待とうと言って1年待った。そして1年後の次お願いします。まだ待っておった。ところが出てこないからね、私は家の者に言いましてね、待っているというこの目先の欲望があるから出ないから、もう今日限り恵比寿様のことは思ってはいけない、もう何も思わんとこと言うて、4月の19日20日にそれを言うて、そしてその明くる日、私がこれ汗水垂らしてこれを掘ったわけね。自分でタケノコを掘って、そしてタケノコ1本備え、2本備えて、3本目のタケノコを備えて手を離したら、中から恵比寿様がニュッと発生したんですね。はい、次お願いします。この恵比寿様です。素晴らしいニコーッとした素晴らしい恵比寿様が、これが発生したわけですね。はい、次お願いします。そうしますと、今度この観音様、この観音様が神宮皇后で発生しているんです。実はこういうふうに松江で講演会がありまして、これを写しました。そうしますと男の人が出てきまして、私のうちは神宮皇后のお父様のお父様の松江です。松江の駅前にある竹の内神社、あれ私の家ですという、私の家に神宮皇后のそのあれが残っておりますね、絵が残っております。神宮皇后 の姿、今映った観音様、これは紛れもなしに神宮皇后なんですと来られたわけです。私も発生した時に、なんか懐かしいと思ったんですよ。とてもね、やっぱりこれ神宮皇后で発生やってたわけなんですね。はい、次お願いします。それで次に今度この観音様が出ました。はい、次お願いします。次にこの観音様が出ました。
この観音様出た時に、まあ、びっくりしたことが起こりました。観音様というのはね、日本の宗教の仏像です。今この観音様が抱っこしている赤ちゃん、これはキリストであるというんです。だから仏教とキリスト、はあ、一緒なんだなと思った。そう思ったら今までに発生した大黒様、恵比寿様ね、神道です。仏教も神道もキリスト教も何の差もないんだなということを初めてここでよく分かったわけでしたね。こういうことが起きたわけです。はい、次お願いします。最後の観音様はこれでしたね。この素晴らしい観音様、この観音様をある人がこれをよく調べた結果、これしか10億円しますよっていう観音様、これが空中からパッと瞬間出てくるんですね。ところがこの観音様を一番最初出た時にちょっと物理的にちょっと調べたわけ。木材じゃないんです。成分は空気なんです。空気を圧縮して高温にする、何億度にすると空気がこんな形になってしまうんです。いや、この前も今日もここへ来ておられますけどもね、山崎アナウンサーが私で来られまして、私の仏像写真に撮られてクローズアップした。ちゃんとビデオには映ってんのにクローズアップしたらなくなってしまうとおっしゃい、電話がかかりますから、それはもうしょうがないですよって、空気ですから引き伸ばしたらなくなりますよって言ってましたけど、実際目の前にあってクローズアップしたら絵がなくなってしまうという、そういう物体なんです。はい、次お願いします。これはマックさんのことですね。はい、次お願いします。これは後から商品が出ますけども、私が向こうの世界からの信号で神経と同じ信号を人工的に作って、それをその風呂の中で使うものを発明した。それはまあ素晴らしい成果があって、まだ本式には売っておりますけど、ぼつぼつ私の周辺の方だけに売っておりますけど、もうすぐ本式に売り出しますけども、これをですね、仲間の人とかへ持って行って報告したんです。こんなものができましたというで説明をした。そうしたら中村和尚が、あなたの言うてることは4000年前のインド語の教本に詳しく載ってるよ、細胞若返りであるっていうんで、私が発明したものを今のから4000年前にちゃんと自分で研究してたもんですね。ところがその4000年前の夫婦の人が岡山先生とかやってきたわけ。福田純子さんというのは今日本全国で講演を1年ですね、180回から220回ほどやっております。そういう人なの。その人が岡山で私のところへ会いに来たわけ。それで男の人7、8人と、それでお食事し始めた。ところが次の瞬間こうなって、2人が抱きついて泣いて泣きじゃくる。会いたかった、長い間待ったと純子さんが言うてる。私はそれを聞いて母語で喋ったと思った。私は日本語でそれに対して応対したつもり。ところがテープレコーダーの録音は2人とも母語なんです。4000年昔の夫婦の時のことを思い出して喋ってるんです。だから私がちょうどこの頃に今のアップアンドアップの原案はそこにあったわけですね。だから今自分が4000年前やってたことをもう一度思い出して製品にしているということですね。はい、次お願いします。そういうようなですね、私のところで不思議なことが起こりますけども、その不思議なことが起こる根本ですね、私は反対で先ほど言いましたように物事の根本の根本を納得するまでしないと納得しなかった。例えば潮の満ち干がなぜ起こるかというそんなもう潮の最これ私意味分からなかった。本には書いてある、あるいはおかしいと思った。と言いますのは、簡単に考えてですね、本にはですね、お月さんの引力によって潮の満ち干が起こると書いてある。それだったらお月さんは地球を1回しか回らないから満潮干潮1回
回しか起きないです。ところが満潮干潮必ず2回起きる。どうしてそうなるかわからないわけですね。で、私は小学校の時から疑問を持った。ずっと先生に聞いてわからない。大阪大学で初めてそれに興味ある先生がいまして、な2人で考えて考えたのはこれです。お月さんがあそこにある地球を引っ張る力が、ここがね、こちらのお月さんに近い方が引力が3、地球の真ん中側に距離が遠いから地球の反対側は1しかの引力が働く。そうしたらお月さん離して地球だけ考えると、地球上には引力が3に1と引力が働いている。地球の真ん中は引力がないから、真ん中を0とすればお月さん側はね、3から2を引くからプラス1の引力、反対側は1から2を引くからマイナス引力。ということは地球上の引力がこちら、あの引力プラスということはお月さんの方に引っ張られること、マイナスということはお月さん反対に膨れること。だから月があそこにあれば、海面はですね、ここが膨れて上下がへっこむわけ。これだったら月が1回回って満貫2回起きていい説明ができるわけですね。それを誰も不思議に思わない。お月さんに引力で起きるってそうだと思うだけ。私はそれは絶対にそのままでは全然よう信じない。 なぜかって残すわけですね。そういうところによってですね、僕の世界から私が納得するまで、こんないろんな仏像、いろんな出現をやってくれたわけですね。だから こちらの方は物をぶつけてポーンと上へ戻ってくる。必ずぶつけたらポーンとね、帰ってが跳ね返る。その原因です。物をぶつける、その当たった面が1万分の1か1000分の1圧縮されて短くなる。そうすると圧縮波が上へ行って戻ってくるとまた長くなる。自分が長くなるから自分が上へポンと跳ね上がってくるんだという、そういうのはね、当たり前のことを完全に分かるまで やるわけですね。はい、次お願いします。子供の時にこんな実験をしましたね。自分で向こう線を巻きましてね、向こうで自分でコイルを作って、それでコンデンサーをつける。両端に交流100ボルトをかける。そして電圧を測るとですね、向こうは400ボルト、こっち470ボルトある。一体これどうなってんだという、そういう疑問があったわけね。ところがこの疑問が今度発明した頭の良くなる装置のこれ根本なんです。頭の大きさは何も変わらないんです。ただ右の左の一個ずつ使うから電圧交流電源元に100しかないんです。ところが右の左の一緒に使うわけね、共振現象で使うわけ。そうしますとあそこはね、電源は100しかないのに470と400ボトあれな、頭の中両方同じ状態で使うとですね、10倍ぐらいになるわけ。ちょうど私のこの発明した頭の良くなる機械、この働きをしているわけです。右の左のが同時に動く装置なんです。そうしたら頭の大きさは同じだけど、頭の内側の働きがもう10倍も50倍にも上がるわけね。これがそういうことなんだ。子供の時にこんな実験をやった。これを実際作ったのが今度は頭の良くなる装置としてのものであったということですね。はい、次お願いします。私が大阪大学工学部でずあらゆる学科を全部して、それから昭和21年から医学部行って神経の研究して、それで分かったことがこれ、今そ、ね、ああいうそのシナプスと書いてあるところ、あの神経細胞ともう一つの神経細胞との間があそこ隙間があって、完全にピチッとくっついてないんです。ところがその神経細胞と細胞との間のあそこがね、コンデンサーになってるんです。そのコンデンサーを調べてびっくりしたんですよね。それでもって現在の物理学の何と程度の低いということ、この神経の中にあるコンデンサーと同じコンデンサーを作ることは、現在の人間の力では未来永劫に作ることのできないコンデンサーを使ってあるんです。と言いますのは、その次に式がありますね。この
普通の人間の作ったコンデンサーというのは必ず電圧をかけて電流を流しますと必ず何パーセントからあるいは何十パーセントのロスが発生するんです。その式ですね、普通のコンデンサーを使うときはその損失電力が電圧と電流のあれで決まるわけ、積で決まるわけ、何ワットか損失が出ます。ところが人間の神経のコンデンサーだけはこれがですね EI のねその後にファイがある、あれがですね必ず90度になってんです。コサインファイ90度、いくら電圧流して電流かけたって一切何のあれも発生しないね。こんなコンデンサーは人間が未来永劫に絶対に作ることができないコンデンサーが使ってあるんです。そんなこのコンデンサーが人間の体には何億個何兆個であると思います。それがこんなこのコンデンサー1個すら現在の、まあ、電機メーカー人間界では作ることができないものが使ってある。これ1個だけで、はあ、現在の物理学の何と程度に低いということ、それから私の発明品の考え方が根本的に変わりましてね、頭で作ったものはダメだ、本当のいいものというものは、まあ、そうシンプルであって、そして、ね、この私らの周辺にいっぱいあるもの、それが一番いいんだということだ。だから私の発明品はシンプルにシンプルになったわけですね。こういうことによってそのアップアンドアップとかそれみんなそれを作っていったわけですね。はい、次お願いします。こういうことを皆様にお話しする原因はですね、実は大阪大学と京都大学で今から30年ほど前にこういう実験をしたわけです。琵琶湖の一番深いところに穴を掘ったわけ。それで琵琶湖の中からいろんな中に溜まっているものを引っ張り上げた結果、11万年前、18万年前、25万、6万年前、35万年前に有機物が全然ない時期があるんです。この時期というのがですね、もう人間が生活ができない状態になっているんです。今、カーブが下がっております。あともう、あそこ300年もしますとその状態が来るんです。その状態が来ますと、あの11万年前も18万年前も、あの頃は、まあ、近頃は今人間人口50億、60億ありますけども、あの時は400、500万人しかないことが分かっています。まだこれからあと300年か400年もしますと、その状態が来るんです。世界中の人口が何百万になってしまうんです。だから向こうの世界から私に対して言う言葉、一番最初はですね、何時の公演によって和やかな人間性を作れよう、そうすることによって今あそこのカーブが下がっているのはもう一度上がる可能性があると言われた。ところが最近はもう人類は救うこと不可能になったから、執念を持たずにその死ねるように導けよという言葉なんですよね。だから人間一回きりだったら確かに執念があります。でも人間一変しないとまだここの世に出てきます。それで あちらの世界行った時は1年がわずか300分の1分になってしまうんです。だから1000年置いたところでほんなもう何秒間しかないわけ、また死んだらまたこの世に出てくるわけで、だから自分の生きてる間に自分のそのね自分のその自分以外の人間、自分以外の自分の周辺の人間に幸福をたくさん与えとけよ。そうすることで今度自分がこの世に来た時に自分が生活にとってもしやすいいいところへ出てくると言われる。だからそういうことで一回人間が死んでおしまいだったら大変だけど、またすぐにこの世に出てくるんです。人間一度死んでも何秒間後にこの世ちゃんとやってきますからですね、執念を残さずに向こうの世界へ行けるように導けよという言葉な。ところが私の方へこれを救う方法として今からもう何十年か前か信号があって、ちょうど一昨年にまたあったんですけど、今それをやっておりますけど、おそらく間に合わないと思うんですよね。私はその装置をあと2、3年のうちになんとか完成しようとしております。それができますと空気を汚すことが一切なくなります。
もう私もちゃんと去年一昨年にそれを実際自分の部屋でやった結果はもうちゃんとクブグリーンまで行けるんです。それを作りますと今はもうね業界大変なことが世界中に起こりますんでちょっと控えてるんですけど、飛行機も自動車も石油一滴も使わなくても行ける方法がちゃんと今ちゃんと分かっております。社長にこの間も報告して、これどうしましょう、作りましょうかね、これ作ればね、あそこ1年のあそこね、あそこ1年間のあそこね収入1兆円になりますねって言ってきましたけど、社長そんな1兆円なんか問題してないんですけど、まあそれは会社は収入1年1兆円ぐらい入るでしょう。でもそれによってもう世界中が大変な問題が起こりますんでね、それでどうするか、もう向こうの世界から人類は救うこと不可能だと言うから、このままほっとくか、まあ、それを作るかどうか今迷っておりますけど、ちゃんと向こうの世界からその信号はあったわけなんです。だから私の部屋で実験した結果、ちゃんともうちゃんとその実験通りに行っておりますからね。私の方ができますと、あと空気を汚すことは一切なくなってしまうんです。もうでももう不可能な状態まで今行ってるらしいですね。そんなことで私の講演はですね、今のところまだ世界中の人間が和やかであれば、まだ1000年2000年行けるだろうから、もうあとせめて1000年2000年だけも行けるように、全ての人間が和やかになるように導けよという言葉なんですよね。それはこういうことによって、ところがちょうどこんな世界が11万年前にもあったんです。18万年前にもあったわけね。何回でも同じことが起きているわけです。もう大体時間ですか。ではここでちょっと10分か20分休憩させてもらいます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。時間が3時になりましたので今から15分ほどですね、隣の部屋、前ロビーでコーヒーかジュースですね用意してありますので、ロビーで飲んでいただくかこちらの部屋でですねお飲みいただきたいと思います。じゃあ3時じゃあ15分前後にですねこちらの方にもう一度お集まりください。どうもありがとうございました。もう休憩時間がですね長くなりましたが、今から後半の部ということで、約4時半までですね先生にお話の方お願いしたいと思います。ではまた、始めさせていただきます。実は今のちょっと明るい間にですね、私のところへついこの間2月の4日5日と実にとんでもないことが起こりました。実はまだこれ時間がないので全部やっておりませんのですけどもね、ただ今日はそれを持ってきただけなんですけども、こういう、まあ、これだけの、これ、持ってきたわけですね。この日はですね、まず、一番最初来ましたのが、先ほども言いましたように、ね、朝7時半ごろに、まず、アントニオ猪木がやってきまして、いろんな話をしたい。で1時間半ほどって帰ったわけですね。そうしますとその後へブラジルから人がやってきまして、それで今ちょっと10分ほど前にアントニオに帰ったんですって言ったら、ブラジルの人が残念やった、アントニオに会いたかった、私はブラジルでアントニオ猪木の兄さんとものすごく仲いいんですって来た。そうしますと今度そこへですね、スペインからやってきたんです。絵描きさんなんです。私の部屋へその1ヶ月前に自分の一番初めにやったという絵を私の部屋へ持ってきてくれた人なんです。
そのスペインの人が来たので、私国どこですかって聞いた時に、私の奥さんの実家が福井のある山奥の地名を言うたわけ。私がその人に、私今から650年前そこにおったんですよと言うたわけね。そうしますと、その人が福井の奥さんの実家へ行って、そして奥さんの実家へ行きますと、私が650年前におったと言うたその付近のことが全部私の言う通りのところがあったから言うて、私の650年前の名前ですね、この物的証拠がいっぱいあったから言うて、それを持っていってくれたわけですね。それでこのスペインの人が、近いうちに私どっか行くんですよという話をしてた。そうしたら、ところがその人がですね、行ったこともないんで分かりませんって言ったら、そこに一緒にいた ブラジルの人が、では私のところにいらっしゃい、私が全部案内してあげましょうと言って、スペイン人とブラジル人、そこでちゃんと縁ができて、そのブラジルの家へ遊びに行くことになったわけですね。そうしてますと、そこへアメリカの人が来ました。この女の方です。アメリカのからどうしても日本へ行きたかった。ほんでようやく日本へ来たら、そしたら私にどうしても会いたくなって来たというんですよね。ほいで、この人来たから人間性測定をちょっとしてもらいました。向こうの世界から信号を来まして、今から350年前日本人だったことが分かったわけで、そしてその名前を言うたわけですね。何気なしだったですね、貝原越見ですと言うたわけ。そうしたら、そのアメリカの夫人がですね、私の研究論文が貝原越見ですという、そうしたら自分のことを研究論文したんですね。私がその時、私350年前私は熊沢万山ですと言うたら、私の論文の中にその名前が何回か、だからわざわざここへ来たのは、今からね、今から350年前のお友達のところへ来たんですねと言ってましたわね。それがアメリカの人が来た。そのとこへ今度はですね、ネパールから女の人がやってきまして、これこの方ですね。その方来て、日本へどうしても来たかった。こういうわけで、私実は私は今から2900年ほど前、2900年からその頃にネパールにおったんですよと言って、で私は行ったこともないんですけど、私のおった場所はこんな場所ですと言ってですね、戸を開けて中へ入ると、ルビー、ダイヤモンドね、それからそこね、ルビーとかダイヤモンド、水晶とかサファイア、廊下にずっとあるとこに私おったんですよと言って、それでその時に、私とその時に一緒におった人、前偶然東京でおったから、東京で その人に、私とあなたがそこ一緒におったんですって話をした、その人がですね、びっくりして、私その今から20年ほど前新婚旅行にちょうどそこ行ったんですという、やっぱり不思議ねんだということを話をしたんで、その娘さんが、実はあなたの言うてるのはこういうところです、私ここへ行ってこの絵はがきをもらって来た、この中にあるこの城、これにあなたの言うてる場所そのまま残っておりますってね。それでこのネパールの女の子が、今から2900年か3000年前あなたは私のお父様だったんですって言って、ネパールがやってきたわけね。この日一日にブラジル、ネパール、ブラジル、それからね、アメリカ、まあそんなとこから人が集まってきまして、その時つくづく思ったんですよね。現在日本人でも今どこの人かわからない、ネパールが日本にいる、アメリカが日本にいる、ね、今に現在日本人だってどこにいるわけ。これだったらですね、なぜ世界中でよく戦争するのは、戦争の意味が分からなくなったわけね。結局戦争だって自分が
おったところの者同士が戦争してるわけでしょ。何にも戦争なんかやる必要ないんだなってことをこの日つくづく分かったわけです。その私の650年前のことをこんだけちゃんとあのものを調べてくれた私の650年前のこんなものを持ってきてくれたわけですね。これが私の650年前こんな格好だったということ、これも持ってきてくれました。全部そのそこへ行けばみんなそれが見つかりましたよと言うてね。だから私は行ったこともない650年前、そして今から行ったこともないネパールのそんなとこのこととか、みんな物的証拠を修練さん持ってきてくれるわけですね。そしてちょうどその日に公園が別のところにありまして、私この日はですね本当に何千年前のことから380年前のこと650年前のこと物的証拠がどん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 集まったわけです。だから人間というのは決して一回きりじゃなしにこんなことが起こるんだなということをですねつくづくとその日は教えられたわけですね。ではちょっと電気暗くしてお願いします。はい、これは結構すぎ。そしてこれあります。このグラフは私が小学校1年2年生の時から7秒間ずつで毎日腹式深呼吸した時のことなんですね。それもそれからずっと後に分かったんですけど、こういうことが起こったわけですね。普通人間が喋ったり話をしたりしてる時は1秒間の周波数一番上にありますように18、19、20から22ぐらいの間にあります。普通の状態です。それを、まあ、ベータ波と呼んでおります。ところがですね、目をつむってじっと精神安定すると脳波が下がります。そして脳波が 11Hz に下がりますと誰でもスプーンが曲がります。脳波11になりますとスプーンが曲がる。それはですね持って曲がるのはダメなんです。キューッとスプーンを中に自分で固く握って曲がるのはあんなもん誰でも力が入って曲がります。そうじゃないんです。自分のスプーンを絶対に持ってはいけないんです。一緒のスプーン、同じ格好のスプーンを2本一緒にしましてテーブルの隅っこに置く。そうしたままでスプーンには一切指を触れないで脳波が11になります。スプーンが1本ぐにゃーっと勝手に曲がります。私はそういう実験を1万人以上したんですね。特に面白かったのは2つぐらいの赤ちゃん、3つ以上はもうちょっと力なくなる、2つから3つまでの赤ちゃん、それにスプーンを持たしまして、全然その自分で曲げようと思っておりませんから、お父さんかお母さんがその赤ちゃんにねそのスプーン曲がるよと言うて、お父さんお母さんが欲望を掘った時、お父さんお母さんが曲がったらいいと思ったら絶対曲がらないんです。お父さんお母さんが欲望なしで赤ちゃんにそのスプーン曲がるよというだけ、ただちょっとつまんでるだけ、スプーンがぐるぐるっと曲がりまして、ね、巻きついてしまいます。それは1万4000人も実験したんです。だから3つ以下の赤ちゃんというのは人間にまだ完全になってないから、目先の欲望が何にもない、お父さんお母さんの言うことはそうだと完全に思い込むわけ、思い込むことでそれが実際起こるわけですね。それが赤ちゃんというのは あの辺の周波数ね、せいで上がっても11、12、13、14ぐらいしか上がってない、だからそれが起こるわけですね。ところが私がその腹式深呼吸で下がったのが一番4、5、6まで下がります。そこまで下がりますと自分のもうね暑さ寒さとかなんとか思うような自分人間としての普通の意識が全部なくなります。その頃になりますと私は腹式深呼吸が1秒間じゃなしで20秒間ですって20秒止めて20秒出すことができます。だから1分間に1回しか呼吸しないことをずっとやっておりました。その時は脳波が死波になっております。もう死んでるか生きてるか分からない状態。その時になりますとすごいことが起きるわけですね。大きな発明ができたりすごいことが起きるわけ。だからこの付近まで脳波を下げたら大変なことです。まあ普通でやっても毎日1時間2時間やっても何年間か必ずかかります。7年とか8年かかります。
ところが今度できた機械ですね、頭の良くなる機械として見た、私は頭の良くなるものとして初め思ってやってたから、実験したらね、ここの杉山さんの実験によりますと、脳波がどんどん下がるとかったわけですね。まさかと思ってましたけど、脳波がシータ波に下がる人がいっぱいいている、程度の低い人はなかなか下がらない、でも何回かやってると脳波が下がっていくわけですね。だからそういうことが分かった。だから私のあの機械によってですね、脳波がどんどん下がることが分かる。だから先ほどもちょっと控え室で話しておりますけども、岡山にあります古いもう1000何百年昔からある神仙道という宗教がある。その宗教を精神修養して、皆さん瞑想ね、黙想をやって脳波を下げる稽古をしている。ところが7年も10年もかかる。ところがこの間その私のその機械を使ってやったら、10分もすればもう完全に脳波がシータ波まで下がる。そして目の前に真っ白な光線が、光が出て、それがしばらくするともっと進んで、自分の何百年か昔の自分の姿が鮮明に映るということを報告されまして、今までみたいにですね、瞑想黙想何年もする必要なくなった。この機械をつけばいっぺんに今までやった7年分が10分でできる。だから一応人間そういうところまで上へ精神面を上げていて、で あと精神面の修行すればいいんだなというのが分かったから、私のグループ全員それを使いますって報告来られましたけども、その人なんか今までどんなに修行をしたってね、目の前ピカーッと一面に真っ白な光線が出る前しか行かなかった。ところがあの機械を使って15分ほどしたら、自分の何百年か前の自分が鮮明に映りました。もう帽子からどんなものをね、自分が身につけてるか、もう鮮明に映りましたと。こんな素晴らしいものって方向に来られましたけども、だからそこまで上がりますと、またそれから上へ上がれる可能性があるわけですね。だから今までみたいにですね、瞑想黙想5年も10年もして、人間がそんな精神修行しなくったって、この機械を使うことによって瞬間にその状態になる。その状態からもう一つ上上げればいいんであってですね、昔は何でもすぐ熟練工が必要であった、ね、何でもいい、あの家を作るにでもですね、大工とか左官とかいろんなあの人が5年も10年もどっかで訓練しなかった、できなかった。それ方法が分からなかったから、今まで精神面も方法が分からないからやってた。ところがこんなものができれば、そんな難儀して苦労しなくたって脳波がさっと下がってそこまでいける。だからそこまで脳波を下げてから、あと修行すればもう一段上上がっていくわけですね。それが分かったという報告なんですね。はい、次お願いします。今ある状態が、この状態がですね、脳波が11ヘルツの時の状態です。私は何でもそのただあの実験全部こういうふうに物理的実験をやるわけですね。あのちょうどあの一番スプーンの曲がりやすいところへ、あそこへその歪み計を貼っときまして、そしてどうなったかを実験する。人間は絶対スプーンは下がってはいけない、触らずに思うだけです。上へ曲がれと思う、一番上のカーブに1万分の3曲がったことが実験装置でできます。もう元へ戻れて、ちゃんと元へ戻ります。だから程度の低い人は思ったって何にも、ちょっと信号出ますけど何にも変化起こらない。それからこの3つ目のカーブはですね、曲がれ、曲がったと思ったら1000分の1曲がって、元へ戻れ、元へ戻る、反対にと反対にパッと曲がりますね。そんなことが起こります。私はこういうことを全部あの分かるようにオシルグラフを使って物理的実験をやるわけですね。はい、次お願いします。でこういう実験もしましたね。一番上にありますようにオシレーター、周波数一定で発信しております。それを頭の中で周波数が下がったと思う、周波数がさーっと下がる、上がれてさーっと上がっていく。こんなもんでさえも人間の精神によって自由に周波数が変わること、あるいはこの二つ目の図面のようにね、完全に両端を密封したまま上へマッチのものを経て中へ入ったと思うと、スンと中へ入ってしまう。あるいはその物体をどこへどう思う場所へパーンと飛ばす実験、こんな実験をやるのだ。これも物体をどっかへ持っていこうとか、マッチの棒を中へ入れようと思ったら絶対入らないです。入ったんだ、飛ばすんだと思う、その通りになるわけ。だから人間欲望
なくなった時にはこれが起こるわけですね。はい、次お願いします。これもその実験、昭和49年11月4日、大阪大学で学生の前、600人の前でこれ実験したわけですね。薄っぺらい、薄っぺらい紙の上に赤色のクレパス、空へピョーンと投げる。空中であんな絵が、字ができます。これ、みんな時間を計りますと、10万分の1秒間で、これが字が1個ずつできてしまうわけですね。こういう実験をやったりですね、わからないことを全部実験やったわけですね。はい、次お願いします。それでそういうことをなぜそれが起きるかということをこれがそこでね、真ん中辺あります、光というところ、真ん中に光があります。光より波長の短いところがね、紫外線、その上がレントゲン、その上にありますがね、宇宙線、その宇宙線とレントゲンの間にあるね、あの周波数、あの周波数が今現在の物理学では、あそこの周波数しか短いものが測定できないんです。長いものしかできないです。ところが私らのやってる不思議な現象というのは、あれからもっと上の方にある周波数のところで現象が起きているから、現在の物理学では実験することができないわけですね。だからこれからどんどんその方向に、まあ、行くと思います。はい、次お願いします。そういう不思議な現象をですね、私らとしてはどうしても頭の中で完全に納得することができない。納得するためにこういうことをやったわけですね。今、北極星が、北極星の光が地球へ来るまで、実はあそこ一点にしか北極星見えませんけど、本当は北極星というのは3つ星が同じところにあるわけです。3つの同じところが星が光らないで地球って、それをこちらから見たら北極星は1個しか見えませんけども、そういう光が地球へ来ている。ところが、まあ光が地球へ来るのに ですね、まあ、一番近い星でも1000何百年かかるわけです。そういうところから光が来ている。ところがそこへ例えばあと50年もしますとですね、光のその水力によって行く飛行物体ができます。それをまあ、光子の子供ロケット、光子ロケットと書いてある。光子ロケットができますとですね、光のスピードの10分の1までは簡単にできるわけ。だから1秒間のスピードですね、光のスピードの10分の1、何万キロメーターまでできるわけ。そういう飛行物体がもうすぐできます。そういう飛行物体ができた時のことを仮定しまして、そしてこの飛行機に人間が乗って地球向こうの星まで行くわ、それを測るわけですね。ところがこれはもう相対性理論によってそういう式がありますね。普通この飛行物体 の中における時間 T1T2 というものはですね、飛行物体、そのロケットの、光子ロケットのが向こうまで行く時間の1マイナス V 事乗 C 事乗という、ああいう公式でできます。これはもう当然のことで、これで計算しますとですね、もしもこのロケットが一番の式のように、ね、この、光のスピードの 99% になった時を想定しますと、ロケットの中で乗っている人間の時間を計りますとですね、光で1000年かかるところが、この式で計算しますと141年、わずか150年未満でいけるわけ。ところがロケットのスピードが 99.9% になりますと、ロケットの中に乗っている人の時間はですね、わずかね、光で1000年かかるところが 4,50 年でいけるわけね。こういうことが起こります。これはもう物理学者誰でもそうだ、当たり前だと言いますね。こういうことが起きるわけ。ところが現在普通の現象は光のスピードのうんと遅いためにこれは起こらないだけであって、光に近いスピードがそれが起こるわけ。ところが今私のところに起こっております現象は、光のスピードと同じか光のスピードの2倍とか何倍で私の現象が起こっております。だから世の中にありえないことが起こるわけなんですね。はい、次お願いします。
それからもう一つ私のこれ新しい、まあ、方法、これはこれもあと50年もすると物理学にこれがなってきます。私が提案しますのが真空というものですね。現在いう真空とは何もないところを真空と言います。ところが私いろんな研究したっけ分かったことが、現在人間が言うその真空とはですね、バクトルンという物体がいっぱいいっぱいに詰まっているところが真空なんです。つまり真空とはバクトルンがいっぱいあるところというところが、それを調べますとですね、バクトルンという物質は今現在我々が一番質量の小さいものとしているエレクトロンのマイナス20乗という小さいの、そんな小さなものがいっぱいあるわけです。そういうものがあるために引力がその中をね行くから、地球とか他の星との間引力がある。それからいろんな光が通るのもバクトロンがあるためにその中を光が通ってくるわけ。バクトロンがないと光も通らなくなるわけですね。そういうものがあるということからこれから調べますと、今までわからない物理現象が全部わかるわけ。これもあと50年をすればこれが一般の物理学になってくると思っております。